はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。今回はリッター 3K スコーププライムシューターコラボダイナモローラーテスラ 3K スコープカスタム使っていこうと思います。ってマジっすか？このラインナップいけるか俺。 3K スコープ、まあプライムはまあまた多分なんとかいけるけど、 3K スコープからのダイナモからのまた 3K スコープっすか。堪忍してくださいよ。はい、それでは、リッター 3K スコープ、リッターってついたっけ、 3K スコープか、使っていこうと思います。さあ行くぜみんな。でね、今12時過ぎぐらいなんですけど、なんかわかんないけどこの時間なんか強い人多いんだよ。みんな強いんだよ。うわ、相手もチャージャーさんがいた。待って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 、追い込まれてます。もうすでに1と3ミリです。どうしよう、どこだ、ここか、どっから撃ってんの。まだ待って、撃ってる人がどこにいるかわかんない。相手のチャージャーさんどこにいるの。うわえぐ、行こうか。あった、嘘だ。そこか、そこか、常にあそこか。うわ、いってなるほどね、あそこから顔ひょこっと見せて撃つわけだ。うまいなー。いやー、さっきもちょっと悔しい。オッケー、まあまあ、スコープ系は割と使ってるんで。こっからあそこは届かないよね、さすがに。待って、届くんだ、届くんだ。届かないよねとかを言ってたら届くの。どこだ、まだそこにいんのか、あいつ、あの野郎。あいつだけは倒してえな、いるな。ダメ、俺クイボ使えない。待って、マジでね、溜まるの待てねえ、待てねえって。うわ、あのリッター倒したい、一回でいいからあのリッター倒したい、から俺は前に出る。くそうわ、待って待って待って、来ないで、危ない。あのリッターさん、すごい、すごい飛ぶんだね、リッター。あの、ちょっと隠れたとこから、ちょっと高台まで届いたもんね、相手の。あれもリッターだよね、多分相手。リッターだよね。うお、すげえ。やった、逃げるやったねー。はい、それでは、プライムシューターコラボ使っていこうと思います。なんか変わった色の武器ですね。変わった色っていうか、インクが入ってるからさ、あの色なのか、白と黒と。あ、ナイス押してる。いいね。ナイスー。ね、縄張り独特ですよね。わかんない。ガチでもあるのかな。うわぁ。シャオラ、シャオラ、俺じゃなかった。俺じゃなかったけど、ナイス、ナイスです。プライムは、めっちゃ届くね、これ。すげえ。こんな飛ぶんだ、プライムシューターって。こ
これ普通のプライム使った時に行ったかな。で、なんかね、動画で見たんだけど、俺全然知らないけどさ、なんで当たんない、なんで当たんないの、なんで当たんないのよ。そう、動画で見たんだけどさ、この隙間にスプラッシュボムを置くと爆発しないっていうのをこの間見て、一回やってみたいんだよね。どんな感じになるのかなっていうのをさ。よし、ちょっと今回の動画はね、なんだっけ、リッターとダイナモなんで活躍できないから、せめてね、せめてシューターの時ぐらいは頑張りたい。わー、ナイスです。そう、てか味方強っ、でこれ自信、これ塗りずれ、結構遠目に遠目に塗ればいいのか、ここ塗ってないんだ、ここから行く必要はない。誰かなんか使った、ピキンって言ったよ。ピキンって言って誰かが誰が何を使ったかってわからないだよね。距離で勝てる、距離で中距離っていうのかな、この距離は。あー、ダメか、ごめんなさい。違う、カーボン、カーボン2人いんのか。チェイサーカーボンが1人いるんだけど、チェイサーだと思ってたら、クリボンの方が持ってきましたね。違うし、こっちが上か、上はちょっと倒せねえ。まあこれは勝ちましたね。普通に味方さんがすごい強かった。でも俺も活躍したんじゃないかな、ちょっとぐらいは。オッケー、3キル。うわ、すげえ、80-60かー、そりゃ勝つわ。はい、それではダイナモローラーテスラ使っていこうと思います。ちょっと可愛い部屋に入っちゃったかもしれない。ランク50が僕しかいなかった。で、前回のダイナモ使った時に見てくれた視聴者さんから、ダイナもちょっと上向きすぎなんじゃねえかっていうことを。おっ、あー、ナイス。え、ラグい。ラグ型、ちょっと上向きすぎっていうご指摘をいただいたので、ちょっとあんま上向きすぎずいこうかなと思います。あ、待って、違うって。なんで今トルネード構えたん？どうした？そう、なんか変なことした。上向きすぎって言われたんですよね。ちょっと待って、ボム投げた。どうしよう、ダイナモってこうやってイモるもんなのかな。なんか主にバシャンバシャンやってるイメージがある。もっとなんかいいのある。ここから撃つじゃない、もうね、ダイナモ強よ。キャーッ、エモさん、あ、待って待ってよ、待ってって言ったら待ってだよ。立ち止まなきゃダメだよ、ちょいタンマってやつだよ。ダメか、ちょいタンマなし。ぐらい高さって、多分ローラー、普通のローラーと同じような感覚なんだろうな。よっしゃ、2キル。なんか
定式するだけで。倒せてる気がする。のせいかもしれない。ダイナモテーマの足場を塗る方法を知りたい。あー逃げれなかった。どうしてもなんかダイナモってなんていうのかな、手前に肉がね飛ばないからちょっと向こうにだから、でも下向いてバッシャンするとなんかねもったいない気するし、もったいなくないのかな。よっしゃ、うわ OK、 今回いいんじゃないダイナモ。こうね俺がここにいて、ここに肉があって敵のこうやって撃っちゃうと前に飛んじゃうから結局ダメじゃんっていうそれで結構ねあの足場濡れなかったりするっていうことが多いんだよねダイナモ使ってて。よっしゃー、あー上、やっぱ上向いてたからなのかな、ちょっと下向きを意識してやってみたけど、こきる、あ、人が落ちてた、殴かった人だね。ありがとうございます、本当に教えていただいてはい、それでは、リッター 3K か 3K スコープカスタム使っていこうと思います。リッターってつかないのか、 3K か、さっきもリッターって言っちゃった。お、ダイナモさんがいるぜ、こいつで。初手はそんな高台でいいんじゃないの、ここじゃないの。看板に照準を合わせておいてジャンプして金って。てか味方さんがもうほぼ全滅してるけど。どうしようどうしよう。わっわっ。荒々しい。あの辺だな。あれ？下行ってる。うわ今のやれたなあ。ねえ僕チャージャー使うときは移動しまくるんで。あ難しい、どうしようかな。うわちゃ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 前に出ようとしたらさトルネード打つのはよくないと思う。うわ後ろかやられた。今の子全然気づかなかったなトルネード。やっぱこのリッターの援護を待てません。これ今の当たんないんだもん。今の当てなきゃダメなやつでしょ。はい動いてないしね、まだ。あ、あそっちかやられちゃった。やばいやばいよ、攻められてるよ。ほらみんな頑張って、もっと俺はもうこれ限界。まあそっちにいいんだろう。ダメ、トルネード恐怖症です。うわいたの、気づかんわまずい。ここでチャージャーって難しいよね。だってあーダメ当たんないわ。今のま足元塗ってたね。ごめんなさい、先輩は私でございます
ゼロキルをやってしまった。これは良くないですね。1キルはしないとっていうのが僕のチャージャー使ってる時の考えです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。パソコンからご視聴の方は画面右の画像をクリック、スマートフォンタブレットからご視聴の方は画面下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。動画の続きは画面下の再生リストから見ることができます。 Twitter で動画の更新情報などを配信しております。こちらも合わせてフォローをお願いいたします。ではまたのご視聴お待ちしております。バイバーイ。